皆さんこんにちは、ワンダレグルビジです。今回はアーソバイア法現代ボット、ロシアプーチン編続きをプレイしていきたいと思います。 NATO と全面戦争状態に入っていて、欧州戦線は、各所で膠着状態になっています。人的資源が枯渇したので、女性もね、構わず徴兵するというなりふり構わない状態になっています。一方ですね、アジアの方では北朝鮮が日本と韓国の連合軍、これに NATO が加わって侵略を受けてます。このままいくと北朝鮮が降伏、そういう状況がね、迫っているかなと思います。そうなるとですね、ウラジオストクが陸自体に NATO 軍の攻撃を受ける可能性が出てくるので、ウラジオストクに戦力を増強したいんですが、残念ながらウラジオストクに回す戦力がなかなか用意できず、ようやく3師団ほど追加でウラジオストクに今派遣中です。今ウラジオストクに2師団用意してあるので、合計5師団で防衛しようと、そういう作戦になります。ではゆっくり時間を進めていきましょう。北朝鮮が降伏してます。予想してた通りではありますけども、残念ながら北朝鮮が降伏です。北朝鮮が降伏して、日本や、NATO の占領下に置かれたことによって、中国が直に NATO 軍とやり合う、そういう展開になりそうですね。中国軍もですね、この北朝鮮の国境沿いに部隊あまり配備していなかったようなので、ちょっと微妙ですね。さらにですね、なんと台湾が NATO の支援を受けて逆に中国本土に上陸してますね。これは予想外の展開だな。このまま行くと台湾が中国を、飲み込む、NATO の支援を受けてということになりますけども、そういう展開も考えられそうですね。中国も大きな中国大陸、その沿岸に部隊を配置して、かつ欧州方面にも部隊を配置。さらに朝鮮半島では NATO 軍の進撃を受けているということもあって、かなり苦しそうですね。ここに、我々がね、部隊を送れればいいんですけども、ロシアももう余剰の戦力が全くないので、このまま行くと先に、アジアが崩れるかもしれない。そういう危機的な状況になってます。日本軍がですね、朝鮮半島の方に戦力を集中したと思われます。よってですね、いわゆる北方領土に関しては、再びロシア軍が奪還できる。そういう状況になりました。これしっかり奪還しておきます。中国がかなり厳しい状態になってますので、我々ロシア軍もほとんど余剰の戦力はないんですが、中国が崩れるとイコールロシアの敗北に直結するので、ここはですね、スペツナズ送り込みます。これで、NATO の支援を受けている台湾軍を押し返せるとも思えないんですが、焼け石に水の可能性もありますけども、スペツナズ急いで中国の方に送り込みます。そんな中国で大激震が走ってる中ですけど、アメリカ軍はすかさず、フィンランドに強襲上陸を仕掛けてきてます。これね、撃退して回りましょう。この後欧州戦線の方から中国軍が撤退することが予想されるので、そうなるとこの欧州戦線も一気に崩れるっていう可能性があるので、しっかりね、敵の配置状況等は確認しながら、迅速に機動的に対応していきたいと思います。トルコ一度敵の攻撃を受けて支援して排除した後、中国方面に転戦させたら、すかさずトルコに再び攻撃を受けてますね。
これを押し返す戦力を送れないので、もうちょっとトルコを救える見込みがなさそうですね。スペツナズが、中国の方にね、到着しました。これでまずは中国、かなり危機的な状況になっているので、なんとか食い止めてあげたい。で、その後はトルコに戻さなきゃいけないっていうことで、スペツナズの消防がかなり厳しくなってます。NATO の方に戦局が大きく有利に傾きつつある中、モルドバが NATO に加盟しました。モルドバの位置、本当に微妙な位置でですね、これモルドバが NATO に加盟されたことによって一気に後ろが危なくなってます。モルドバここですね。トルコ、中国も攻撃を受けて劣勢になった中、まさにね、欧州最前線の後ろを突かれる形で、モルドバが NATO に加盟というニュースが入っています。非常に厳しい戦況になってきましたが、今回はね、ここまでにさせていただいて、次回ですね、まずこのモルドバ軍に対しての対処、これをしっかり行って戦局の立て直しを図っていきたいと思います。